はい、あら、あらじゃないわ。はい、今日はね、こちらに来ておりますね。このね、川を挟んだ向こう側に桜のライトアップが見えるということです。いやー、見事ですね。今日こちらに行こうかなと思います。はい、というわけでね、今日は嵐山公園というところに来てます。嵐山公園ですね。まあ、なんか京都これね、京都のとか言いたいんですけど、これ岡山なんですよね。岡山県に嵐山公園というのがあるんですよ。矢掛の方ですね。ちょっとね、暗いですけど、まあ、ライト使いながら今日やっていこうかなと思います。今日の舞台がこちらになります。嵐山公園です。ちょっとね、今日はこちらを歩いていこうかなと思います。でね、これらの桜はこの宝くじの関係の寄付金で賄われているということ書かれてますね。まあね、今年の桜もそうなんですけども、コロナウイルスでなんか、まあ、なかなかね、そのお花見ができないですよね。だから桜咲いてもあんまし感動がないんですよね。はい、まあ、早くね、収束を願いたいところなんですけども、まあ比較的ね、人がいないこの嵐山公園、雨の日を選んで来てみましたね。嵐山公園でなんかね、京都かなとか一瞬思ったんですけど、いやー、見事な画像ではね、映像ではね、お伝えできない部分もあると思うんですけどね、結構ね、綺麗ですよ。結構綺麗です。はい、結構綺麗です。これね、ライトアップ夜の11時までやってるということです。まあ、大体ね、9時とかなんですけども、ここは夜の11時までライトアップしてるということです。上の方までね、綺麗にね、ライトアップしてるということです。でもこの程度だったらまだね、全然見れるかなと思います。結構ね、雨降って終わっちゃうというかね、落ちちゃうのかなと思ったんですけど、どうにかね、耐えてくれてます。こんな感じでございます。素晴らしいです。見事に咲いてます。このね、下から、この上からはね、この矢掛の町が見えるんですよね。山陽道なんかもうね、大名行列とかね、よくあった場所で、でその近くの山嵐山っていうとこですかね、こうやって桜が綺麗に咲いてるということになってます。はい、結構ね、足元が滑るというか、雨降ってんで、まあ、ちょっと、動きやすい格好でね、行ったらいいかなと思います。スポーツシューズというか、スニーカーというか、ね、ちょっと運動するような靴で行ったらいいかなと。おー、見事です。見事ですね。
麗な感じです。まあね、この夜桜をねまじまじと今まで見ることはなかったんですけども、やはりねこのこういう時期だからこそ、なんかこのひっそりとした時間帯見たくなるんですよね。はい、こんな感じでございます。あの上の方にもね、いますね。いや素晴らしいです、はい、こんな感じでございます。いや素晴らしいですね。京都のね嵐山のようなこの山をうまい感じでね使ってるこの岡山の嵐山公園。いや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 、ね、まあ、地元の人は知ってるとは思うんですけども、あの岡山のね岡山に住んでる市内に住んでる方とかはねなかなか、ね、はい、というわけでこういう場所もあるという感じで見ていただきたいなと思います。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、というわけでこういう感じで今日はお伝えいたしました。どうでしたか、この桜のね嵐山公園、素晴らしいね LED と桜のこの、ね、感じが。ね、これは、夜の11時までやってるということで、ぜひ皆さん行ってみてください。結構ね、あの来るまでが、アスファルト引いてないんで、結構ね汚れるかもしれないんで、まあ、軽音とかねいいかもしれないですね。はい、というわけで今日はこういう感じでお送りいたしました。ぜひ皆さん行ってみてください、フラッとね。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。